吉井家博之ですえ今日はちょっと非常に引っかかる生ネタを先生方から報告されたのでえそのことについて考えてみたいと思いますえ自民党が政権を奪還してからもまだまだ教職員組合の国旗国家反対運動実際採択された書類なんかを見ても いまだにその強制については断固抵抗する等々の話がありましたがある教師から「よしえさんちょっとこのページ見てみてください」と「実は我々組合の話し合いの中で具体的に出たページの内容なんです」と今大阪なんかで卒業式の式典に国歌を歌うか歌わないかの口元チェックが行われていると。 そこで、えー、再度こういうあり方もあるというのが紹介されたというんですね。それが、えー、ネットサイトで検索してくれればわかりますけれども、えー「キスミガール」ってポータルサイトに入力すれば出てくる君が代のかえ歌うたなんです。その君が代のかえ歌うたには、えー、のページにはこう書いてあります。心ならずも君が代を歌わざるを得ない状況に置かれた人々のために。 この歌が心の中の抵抗を支える小さな柱になることを祈ってという注釈が書かれています。具体的には「君が代」をこういう英語で歌うといい。Kiss me girl and you are old one.A chip you need.It is years till you are near this. 等の言葉が並んでいるわけですが要するにこういうことですね。この「君が代」はというフレーズを。 「キス・ミ・ガ・ラン・ヨ・オン・ワン」という形で別の歌詞で「君が代」を歌えば口元のチェックもバレないっていう話なんですね。具体的にこれまあ非常に難解で、まあ、日本語に合わせた英語を作ったので、まあえー、直訳すると変なところもいっぱいあるわけですが、えー、訳としてこういうふうに書いてあります。僕にキスしたら 君の古臭いジョークにもサヨナラのキスをしておやり君に必要な忠告をあげよう死者たちの声が君に届くまで何年もかかったのだ国家は本当に奪ってはならないものを欲しがるそのことに気づく日が来るのだろうか冷たい洞窟だって知っている気が狂い死んでしまった者たちは月を,月,を月は見ていることを 冒頭の古臭いジョーク「オールドワン」についてですけれどもこれも注釈が書いてあって例えば「南京大虐殺はなかった」とか「鉄道や学校の建設など植民地に良いことをしてあげた」とか、えー「従軍慰安婦は小行為」などの「嘘8八百」こんなものをさよならしてしまえというふうに書いてあります。このの君がよの反対運動 これ戦後日教組を中心にずっと行ってきましたけれどもそもそも公務員ですよ。ルールーににに基づいて行われれるる式典にさらにこれ冒涜するもし卒業生が校歌の替え歌を歌ったら先生どうするんですかね全く説得力のないあるいは公というものを踏みにじっているこれジョークでは済まない。 話だと思ってます。こういうものが改めて今え一部の教職員組合の話題に上がって、これいいねという形で盛り上がっていると、これをこれでこれを歌って口を開いていたって言ったらいい抵抗になるという話なわけです。本当に情けない事態ですけれども、やはり公とは何なのかということをもう一度整理しなきゃいけない。憲法にあるように。 全体の奉仕者であり一部の奉仕者ではない彼らはまさに一部イデオロギーの奉仕者になっているわけですからそれを繰り返す限り公を担う資格はないんです今すぐ先生を辞めて市民活動家として活動すればいいんですよそれを生徒を巻き込み重要な式典の中でこのようなことを冗談なのか本気なのか分かりませんが話し合いながら盛り上がる本当に悲しい 悲しいい思に絶えませんでそもそもこの「君が代」について、まあ、天皇制の象徴で戦争に追いやったという話ですがこれだって完全に勘もともと「君が代」っていうのは「古今和歌集」の歌われた和歌をもとにして明治時代に他国から、えー、鎖国が終わって他国からいろんな、えー 交換が来るそういう時には儀礼的にまあヨーロッパなんかは国歌でお出迎えをするものなんだとメロディーと歌詞がある国歌でお出迎えするものなんだという時代的な要請も含めて古今和歌集のこの、えー、和歌を引っ張ってきてこの君が代というものは作られたわけです君が代は千代に八丁にサザレイの岩をとなりて苔の娘でこの世の中が千年も万年もサザレイが岩となって そして苔がむすままでずっと続きますようにとこの反対派の連中はこの「君」というのがこれは天皇を指している天皇陛下の世の中は千年も万年もさざれしの威嚇となって苔のむすまでなんだともう一回社会科勉強し直せって話ですよ。そもそも「古今和歌集」の時代ですよ。古今和歌集の時代の和歌を読めば「君」っていうのはあらゆる使い方されてるんですね。主人人でであったり課長であっったたりり長友人 であったり愛する人であったりあらゆるものに対して奇妙化されているおそらく個人的にもそれから時代的にもさまざまなものに置き換えられながら運用してきしているものですね例えば戦後の憲法下においては主権者は国民なわけですつまりその「君が代」の「君」「古今和歌集」の「君、えー」の運用の仕方を鑑みれば現代においては日本国民の 生きているこの日本が日本人の国民の世が千代に八千代に千年も万年もさざれ石が岩となる苔をのむすまで続きますよ平和な民主主義国家がこれから千年も万年も続きますようにというまさに壮大な日本らしい祈りの歌ということができると思います。それを一部イデオロギーで国家の解釈さえ変え変ていく とということそれを公務員が先生が行っているということに大きな疑問を感じますそもそも音楽の教科書にまあ第一安倍内閣の指導要領改定の時に我々がずっと主張してきたことですが日の丸君が代君が代を歌えるようにするという形で指導要領を変えました全ての教科書にようやく君が代が載ったわけですけれども巻末にあるんですね音楽の教科書の巻末に載ってるんですよしかし 教科書というのは先週も言ったけれども教科書無償措置法で税金により国費で無償給付されているものなんですね。日本国の税金国民の皆さんが納めた税金の中から子どもたちにしっかりと教科書を届けようという目的で行われているわけです。このの教科書がイデオロギーの道具ににななりささらにはそういうい大事な原点さえも 見逃すようなあり方っていうのは、全くもっておかしいというふうに思っています。ちなみに、まあ、外国はどうか、ということで、ちょっと考えてみたいんですが。まあ、日本っていうのは自虐的だって言われますが、外国の国家を見たら、これ結構過激ですよ。例えば、アメリカ、これもアメリカの、あのターンタターン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 っていうの、こう知らない人いないでしょう。日本語の訳なんか見れば、砲弾が赤く光を放ち。 宙で炸裂する中我らの旗は夜通し翻っていた我らの邪悪彼らの邪悪な足音は彼ら自らの血であがらわれたのだこれが国家ですよ別のものを見るとフランスの国家これもすごいですよ武器を取るのだ我が市民よ隊列を整えよ進め進め敵の不浄なる地で高地を染め上げよですよ まあ当然フランス革命の後にできたものですからその頃を引きずっているわけですが現代の感覚からしたらこれは信じられないびっくりするという人もいるでしょうしかし先人たちが作った国家というものを敬う態度で今も存在しているわけですさらにイギリスの国家これはもう「ゴッド・セーブ・ザ・クイーン」でよく有名な国家ですけれども。 福兵や暗殺者の手から我らが女王陛下を守りたまえ激流のごときスコットランドの判断を打ち破らん等々が含まれています中国に関して言えば我らの血と肉を持って我らの新しき頂上を築かん中華民,、えー、民族に迫り来る最大の危機みんなで、えー、気球の雄たけびをなさてて立て,立て,立て 万人が心を一つにして敵の放火に立ち向かうのだ敵の放火に立ち向かうのだ進め進め進めというまあ義勇軍の行進局が中国の国家として位置づけられていますがこういう現状なわけです。それと比して日本のこのこ品位ある国家がどうなのかということをイデオロギーの刷り込みじゃなくて本当に冷静に受け止めた上で日本っていう国 本当に悠久の歴史を持つこの国に生まれてきたことを幸せに感じながらそのこの日本という国がこれから先千年も万年も続いていくように今の時代で生まれた我々は足跡を残していかなければならない改めて感じますいずれにしてもこのようなおかしな式典を蹂林するような教師たちは一刻も早く教団を去っていただきたい。心から そう思って、今週の情熱授業とさせていただきます。ありがとうございました。